こんにちは、親父の家のジュジュです。今日はなんと嬉しいことにウリエルさんがコラボとして出てくれました。親父の家 TV 初コラボ、ウリエルさんです。どうぞ。こんにちは、ウリエルです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。初コラボ作品です、親父の家 TV。 それで今日の企画はですね、お互いに美女だと思う銀貨を3枚持ってきて、どっちがいいか比べてみたいと思います。じゃあウリエルさん、私が先に出していいですか？はい、どうぞ。じゃあ1枚目がこちらです。お、それどこの銀貨ですか？これは分かりません。くくら顔、これ多分映ってるのはウィルヘルミナさんですね。ああ、オランダの、はい、オランダの第4代の女王様だと思います。あ、じゃあクラカオっていうところはオランダの植民地かなんかだったんでしょうね。多分オランダ領ですね、はいはい、じゃあ裏をちょっと見てみますね。なかなか別品さんですよね。もうビギンです、もう間違いないですね、はい、1944年の美人銀貨です。やっばいっす。じゃあ次ウリエルさん、どうぞ。じゃあウリエル行かせていただきます、はい、じゃんじゃんじゃん。おお、こちら多分映っているのは一緒のウィルヘルミナ、そうですね。ただ大きさがちょっと大きくて、はい、2と2分の1ギルダーになります。本当だ、こんなに大きい。第4代のオランダの女王様、ビギンです。裏はこんな感じで2と2分の1ギルダー。ウリエルの1枚目どうでしょうか？いやー、これは大きさで負けましたね。じゃあ2枚目いってみましょう。2枚目はこちらです。こちらはイタリアの銀貨ですね。お、イタリアですね。ええ、ウレイさん、あと何か分かることありますか？これはですね、多分貴婦人サンタマリアさんだと思います。ほう、間違ってたらすいません。すいません、なかなか別品さんですよね。これしかもコイン、はい、すごい状態もいいですね。ピッカピカです。あ、そうですか。ヤバカッチョ、ヤバカッチョ、ヤバカッチョです。裏側も一回見てみます、はい、これ多分船がたくさん映ってますね。なるほど、コロンブス船団だったみたいな気がします。あ、はい、違ったらすいません、はい、これもヤバカッチョです、はい、じゃあウリエルさんのいきます。じゃあウリエル2枚目行かせていただきます。じゃんじゃんじゃん。おお、ラトビアの5ラティ銀貨になります。お、多分こちらの方の名前はギルダさんです。あ、すいません、ミルダさんです。はい、よろしくお願いします。裏側こんな感じ、反対、すいません、ヤバカッチョ。ウリエルの2枚目はラトビア銀貨になります。どうですか、ジジエルさん。どうでしょう、なかなか難しいですね。難しいですね。じゃあ判定は3枚合計っていうことでよろしくお願いします、はい、では3枚目いきます。私こちらです。トルコの美女です。この銀貨僕見たことないですね、はあ、やばいですこれ。トルコ、トルコ人なんですかね。トルコ人っぽいですね、髪型とか、ね、うん、やばいぐらいの美品です。すみません、私もよく分からなくてウリエルもこの銀貨は初見です。裏を見ます。ガチっぽくていいですね。150、
これ単位は謎ですね。あ、リラって書いてありますね。150リラ。トルコリラですね。そういえば。これもなかなか別品さんですよね。これやばいですね。今日一かもしれないです。ではウリエルさんの方よろしくお願いします。じゃあラスト1枚いかせていただきます。はい、じゃんじゃんじゃん、大きい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 、でっかい、やばいです。こちらオランダのユリアナ女王の銀貨になります。やばでかでかいっす。もうでかさだけで連れてきました。後ろもですね、はい、結構馬車なんかが描かれてて、あ、いいですね。やばかっちょっす、うん、これ第5代のオランダの女王様になります。あ、じゃあさっきのと、そうですよ、お母さんと娘さんですね。2代にわたって美女なんですね、はい、美女です。25ギルダー銀貨になります。いかがでしょう、このトルコの銀貨と比べてどうなのか。じゃあわからないので3枚まとめていきますか。いきましょう。じゃあ3枚ここに並べてみます。はい、6枚が並びました。じゃあこうして見てみましょう。これはなかなか皆さん別品さんで勝負がつきませんね。難しいですね。わかりました。じゃあ、はい、勝負はじゃんけんにしましょう。じゃんけん、うん、じゃんけんで勝ったら、はい、商品、おお、プレゼント、商品、はい、では一回勝負ですよ。一回勝負。最初はグー。はい。最初はグー。じゃんけんぽい。あ、勝った。グーとパー。ウリエル勝ちました。負けた。やばい。ではウリエルさんに商品を渡したいと思います。じゃか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 。じゃじゃーん。じゃーん、ウォーキングリバティですか。はい、2021年です。シルバーイーゴー、しかもこれ最高判定ではないでしょうか。はい、いいんすか商品こちら。いや、負けたからには文句は言いません。これはウレルさんにお渡しして大切にしてほしいです。大切にさせていただきます。はい、今日はコラボ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみにこの場所は石垣島です。最上島までわざわざありがとうございます。はい、じゃあまた機会があったら一緒にコラボをよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。それではバイバイ、またねー。